レスポール、レスポール、レスポール、本名はデスター・ウィリアム・ポルスファス、1915年6月9日から2009年8月12日はアメリカのギタリストでかつ発明家、ソリトボディのエレクトリックギター、ギブソン・レスポールの生みの親である。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第46位。 2011年の改訂版では、第18位。レスター・ウィリアム・ポルスファスは1915年、ウィスコンシン州起承で、プロ社系ユダヤ人のジョージ・ポルスファス及びイブリン、ポルスファス夫妻の間に生まれる。ファミリーネームは母親によって、ポルファスと、簡略化された。彼は後にレスポールという芸名を使用することとなり、また、レッド・ホットレッドというニックネームを使用した。 ポールは8歳の時に初めて音楽に関心を持ち、ハーモニカの演奏を始める。バンジョーを習った後、ギターを弾き始める。エディラングやジャンゴラインハルトなどに影響を受け、13歳までにカントリーミュージックのセミプロギタリストとして演奏活動を行っていた。17歳の時に、ルーブ・トロンソンのテキサス・カウ・ボーイズと共に活動し、間もなく高校を落第する。彼は、 ミズーリ州セントルイスのラジオ局クマックスのバンド、ウォルバートンズレディをバンドに加入した。サニー・ジョー・ルバーブレット、当時のレスポールのステージ名のコンビを1930年代初期に結成。シカゴ中心に人気を得る。1933年に解散。このコロヒルは、ルバーブレットとして、ラジオショーなどに出演。夜は、本名で、 ジャズグループに参加していた。1936年、ジム・アトキンスとアーニー・ニュートンとトリオを組み初めてのレコードをリリース。1941年、レスポールは新しいエレキギター、ログ、角材の胃を作成した。このギターは 4X4 の角材の両端にサウンドホールを持ったボディ材を止め、ネックを角材に取り付けたもので、今でいうセンターブロックを持ったギターである。 ソリッドボディのエレキギターの原型とも言える代物である。他にもヘッドのないアルミニウムボディのヘッドレスワンダーを開発している。1946年、ログのアイディアをギブソン社に持ち込んだが一周される。このゴロ自宅に録音スタジオを建設し様々な発明をする。レコードのカッティングマシーンを自作したり、多重録音を可能にしたり、アナログディレイマシンの原型などである。 これらの施設は当時最先端の技術を用していた。1948年世界初のオーバーダービングレコーディングで作られたラバーブラジルをリリース。1月26日に交通事故であわや右腕を切断かという大怪我を負うが1年のリハビリ生活のご奇跡的に復帰、リハビリ中にもリードパートを除いたすべてをレコーディングし、 リリースするという離れ技を見せている。1949年12月、メリーフォードと3度目の結婚をする。レスポールメアリーフォードエイティーホームという TV ショーは7年も続いた。1951年、メリーフォードとのデュオ、ハウ、ハイザムーンが全米1位を獲得。1952年、 ギブソン社発のソリッドギターレスポールが発売される。アンペックスからレスが開発した世界初の8トラックテープレコーダーが発売される。1953年、バイア・コンディオスが世界的にヒット、9週連続でチャートトップを記録する。しかし50年代半ばからロックンロールが爆発的に普及し徐々に人気を失う。1962年、 ギブソン社との契約が切れる。人気の低迷とともに、メリー・ホードとの仲もうまくいかなくなりやがて離婚する。1970年、友人のいたずらにより耳の鼓膜が破れ、治療に3年を要する。1974年、現役復帰。1976年、ジェット・アトキンスと作成した、チェスターレスターで1977年、グラミー賞を受賞。 1980年代半ばから90年代まで、ニューヨークのファットチューズデーというクラブでトリオを率いて、毎週演奏した。2005年、6月9日に90歳を迎えたレスを、祝詞レスポールフレンズ名義のアルバム、レスポールトリビュートが作成される。参加メンバーは、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジョー・ペリー、ビリー・ニ・ボンズ、ピーター・フランプトン、スティーブ・ル・カサー、キーズ・リチャーズ、 スキング、リッチー・サンボラ、リック・デリンジャー等々。2007年、レスポールの経歴を描くドキュメンタリー映画、レスポールの伝説が2007年7月11日に公開される。2009年8月12日、肺炎によりニューヨークの病院にて94歳で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。